足くらいです。待って、同じ、さっきと全く同じチームなんだけど、こっち連想しとこう。一人しか返してくんない。気づいてないかな。カルメにしましょう。これ降りない、まず降りない。あのアサッと来たな。ナス、ナス、壊れてはいないんですね。はい、ありがとう。ボール入ってて、ちいかな。見つかってないの。
何がきつかったですかね。私があんま何もしなかったっていうのもあるかな。ミサイルがきつかったんかな。一点ミサイル10回はちょっとね、まあ、こっちも14回言ってるんですけど、11回プラス4回の15回はちょっと強そう。こっちかなりバランス取れていますけど、10発積み問題なんだろう。いいですよね。キサキルリちょやられたんだ。10発切る。惜しいですね。よし。あっち行ったわ。すごいね。これ見つかってますね。無理で言われちゃうんで。ここ抜いて。カーボン、カソボンさそう。マリッと思ったんで、続いたんですよね。こっち攻められてる時に、前にね、左前に抜けてる人がいたのを確認して、味方がね。で、どっちが速いかっていうのを判断した時に、距離感があるんですけど、マップ見てる時の距離感、こっちの方が速いなっていう判断したので、その人についていく人数して、結果的に刺さったって感じですね。Oh,
あのバリアのねくるくるって回っていく時間もうまく管理できたんじゃないかな。あのいっぺんに全部入れるんじゃなくてね、オタクくん特有の早口ありがとうございました。